のことならテイラグレイス。皆さんこんにちは、テイラグレイスの東春です。今日はウォッシャブルスーツについてお届けしていきたいと思います。最近ですね、見たりよく聞いたりするウォッシャブルスーツなんですけれども、実際にどんなところがいいのか、どんなメリットがあるのかですね、とかどんな場面で活躍するのかとかを含めて、ぜひ着てもらった感想とかも合わせながらご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録の方もしていただいて最後までご覧いただきたいと思います。お疲れ様です。あれ、今日畑さんお休みでしたよね。そうそう、今日高級なんやけど、今日久しぶりに夜デートがあるんで、はい、あ、でそのちょっと間に伝票処理だけ来ました。え、デートですか？デート、ちょっとラフでいいですか？だいぶラフですよね。ダメかな。お休み、まあ、こんな感じですか？いつもいつもこんな感じ。デートぐらいちょっともうちょっとおしゃれした方が良くないですか？そうかな。おかしくはないけど、デートだったらね、もうちょっとね、うん、いやだって暑いしさ。まあ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 、うん、いますよ、いますけど、うん、ちょっともったいないですよ。せっかくだから、ちょっとテイラーグレイスで働いてる畑さんがいきなりデートにこの格好できたらちょっとびっくりしちゃう。誰とデートなのかも分かんないですけど、とりあえずやっぱりちょっとそっちで行くほどあれかなと思って。まあでも久しぶりに会う人なんで。本当ですか？なおさらテンション上がってなかった。全然上がってる感じに見えないし、いやもったいないです。じゃあちょっとこれは、せっかくだからちょっとおしゃれしていきましょう。はい、教えてくれる？わかりました。じゃあ今からおしゃれに変身させます。変身しますか？はい、じゃあ飛びましょう。お、かっこよくなりましたね。かっこいいですか？バッチリです。バッチリですか？はい、はい、それではかっこよく変身してもらった畑さん呼びたいと思います。畑さん。はい、じゃーん。出てき方はさておき。おー、だいぶかっこよくなったじゃないですか。これでデート行けちゃうかな。いやー、もうさっきのよりはもう100万倍いいです。100万倍いいですか？はい、これすごくいいんですよ。うん、ウォッシャブルスーツですね。そうそうそう、ストレッチ効いてて、うんうんうん、でもう全然こうシワにも強い、はいはいはい、強いから。そうですね、うんうん、で速乾性って言ってすぐ乾くから、出張とか行っても、うんうん、もう洗って次の日にもすぐ乾くから、はい、まあ、めっちゃ便利。動きやすそうですね。うん、もうこのままなんかグルーとか。最近すごく人気な、うん、まあ、ウォッシャブルスーツ毎年ね、例年出るんですけど、うん、お客様からもこういうスーツありますかとか問い合わせとかもあったこともあって、うん、まあ、生地とかもね、あのバリエーションとかも増やして展開していってるウォッシャブルスーツなんですけど、あのまず、まあ、今言っていただいたように、とにかく使い勝手がいい、そして着心地が楽でカリカリいいみたいですね。本当このままなんか運動できそうな感じ。あと見た感じもちょっとやっぱり普通のスーツとは違ってカジュアルな感じはあるんですけど、だらしない T シャツだけではいけないよなみたいな場所にジャケットまではカチッとしなくていいしなみたいなのって悩むと思うんですよ。何を着ていったらいいかですね。そういう時に、まあ、ちょっとカジュアルなセットアップとかってあったりすると思うんですけど、さすがにカジュアルすぎちゃうとサイズ感がね、あの既成のものだとちょっとダボっとしてたりだとかいろいろあると思うので、それをまあオーダーでしっかり体に合わせて作るっていうのは、まあ、今までのスーツの中でもよりカテゴリーが増えたぐらいの感じでね、許容が広がったんじゃないかなと思うので、T シャツですよね、ある意味ね。そうね、本当、うん、おしゃれに見えたい芸術のお父さんたち、お父さん、お父さんたちにも喜ばれてるような気がします、うんうん。もうスーツになってるから、うん、あんま考えなくていい。本当にね、白とか黒の T シャツに合わせて、うんうん、もうこれ着るだけで、そうですよね、本当ちょっとしたとこに割れていけるし、うん、そんなにこうね、堅苦しくないから、うんうんうん、すごくどこでもなんか通用するというか、うん、かっこいいでしょ。そうそうそう、だから T シャツでさらっと着こなしていただいてますけど、うん、逆にすごい、あの何も考えずにこれとりあえず着てみました感は全くないっていうのがすごくいいと思うし、あとスーツだったらちょっとカーキとか冒険色じゃないですか。だけど、ね、カジュアルなセットアップぐらいの感覚だったら私服にちょっと近づいた感じで取り入れやすいお色だと思うので、逆にこういう時にね、まあ、もちろん同じような素材でもネイビーとかもあるんですよ、うん、でもね、ちょっとやっぱり華やかなというか、
ちょっとね、おしゃれな印象になるので、ね、サングラスかけて、そうですよ、なんかテンション上がっちゃうもんね。いや、おしゃれな、かっこいい、イケオヤジ、イケオヤジ、イケオヤジ、今日のデート、これで成功かな。誰と誰とですか、そもそも。いや、でも本当にこれはあの、うん、メリット尽くしなので、シワにも強い、うん、汗にも強い、そして洗っても、ちょっとした汚れとかがついて、水が洗わなくちゃいけなくても、すぐ乾いてくれる。まあ、そして生地によっては冷食、冷感食感っていうのかな、なんていうんだろう、ちょっとヒヤッとするような素材があったりとか、あとこれからの季節に嬉しいのは UV 加工がちゃんと施されているものとかもあったりするので、素材とかもね見ていくと楽しいと思います。でこれは割とシャカシャカとしたような感じの素材なんですけど、よりもうちょっとスーツっぽい生地、見た目で言うとですね、スーツっぽいものとかになってくると、あの毛玉ができにくい素材、コーピリングがされてたりとかするものとかもあったり、いろいろ幅広いのですごく楽しいと思います、選ぶのも。接触冷感、あ、接触冷感、接触冷感、ちょっと確かにひんやりするね。あ、そうですね、うん、着てて涼しいっていうか、うん、ひんやりするから、あ、うん、だから夏場とかはね、うん、暑いし、できるだけ上着はね取っていきたいとかっていう時もあると思うんですけど、よりちゃんとしたね、例えばレストランだったりとかデートの時とかね、うん、お食事とかでも会社の方たちとか上司とか取引先の方とかもいろんなね場面とかにもちょうどよく使い勝手としてもいいと思うので、スーツの中に1着これがあるとボディの幅がね広がる、うんうん、ですよね、すごい使い勝手いいですよ、はいはい、僕も今回初めて来ましたけど、一回これちょっと撮ってみて、はい、あ、嫌ですか、いや、なんかほら裏地とかもスーツとかだと、はいはい、ほら裏地をね手抜きっていって夏場は涼しい仕様にはできたりするんですけど、これアンコンで作ってるんですよ、うん、アンコンなのでもう本当に裏地なしみたいなイメージなので、より軽くより涼しくっていう、さらに夏に向けてとか気軽さを重視したものになってるので、だから出張とかでもねこうやっておしゃーっと持ったりとかする方とかもいると思うし、なんならもうカバンにちょっとね入れちゃったりとかする時とかもやっぱりむしろの回復力なんで、普通のスーツとは、ね、軽いしかさばらないし、出張とかめっちゃ便利だと思う。そうですね、今までのスーツの概念にとらわれず、うん、お仕事使いにも何なら使えちゃう、すごく使い勝手のいいスーツセットアップイコールウォッシャブルスーツ、そして洗えるみたいな、とにかくいいこと尽くしでスーツでオーダーされる方とかもちろんたくさん増えては来てると思うんですけど、お仕事だからスーツを着る人みたいな、全然僕たち私たちには関係ないですっていう人たちの中にもね、本当はオーダーで作れたらいいのになとかって思ってる、こういうおしゃれなセットアップとかお探しの方とかももしかしたらいるかもしれないので、基本的にはお仕事でスーツにはご縁はないけど、おしゃれなカジュアルセットアップみたいなものをオーダーで作ってみたかったんですっていう方たちにもね、知っていただけたら朗報なんじゃないかなと今回は思ったので、畑さんが休日あんなにすごい普通の格好をしているわけではないですよ。ないですよ。普段はもうちょっとおしゃれです。もうちょっとだけもうちょっとだけおしゃれ、まあ、何も意識をしていない日曜日の休日のお父さんぐらいな感じでね、今日はもらいましたけど、さらにねこういう感じでおしゃれにもなるんだよっていうのをですね、これも一つで変わりますので、本当この夏本当この一着ぜひおすすめです、おすすめです、うん、挑戦してみてください、はい、ぜひ下見も大歓迎ですので、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います。ということで今回はあらゆるスーツウォッシャブルスーツのご紹介でした。そしてテーラーベースのイガチャハルト、なのでテーラーグレースのイガチャハルト、畑哲也でした。はい、またチャンネル登録してまたお会いしましょう。